ペロペロペロ、呪いのペロペロ。暗くなってきたね。いや、今日も一日お疲れ様。呪いの線路の上を走ったら呪いがかかっちゃったみたいなの。どうしよう、私に任せて。あ、ミコちゃん消防車だ。お清めの水で呪いを消化するわよ。それお清め。消えた。助かったよ、ありがとう。ちょっと待って、何かあったらお清めの水を使ってちょうだい。ありがとう。線路に異常なし。よし、帰ろう。おや、見慣れない電車が走ってる。何してるんだろう。行っちゃった。電車くん危なーい。呪いの線路だ。はあ。呪いがかかっちゃった。お清めの水を使おう。助かった。わあ、呪いのお化け電車だ。あ、線路に呪いをかけてる。それ、お清め。それ。呪いのペラペラ。それ。へい。ペロペロペロ、呪いのペロペロ。お清めの水がなくなっちゃった。はあ、呪いがかかっちゃった。私に任せて。お清め放水開始。はい、お清め。さあ、何するんだ。それ、あれ。呪いのお化け電車も綺麗になった。それで安心して帰れるね。呪いのお化け電車、線路に呪いをかけちゃった。これでおしまい。おや、何かあるよ。ハムちゃんのお尻みたいだね。助けてでちゅ。ひまわりの種を取ろうとしたら穴から出られなくなったでちゅ。今助けるからね。それ。ダメだ、うまくいかない。ちゅ。よし、レスキュー隊を呼ぼう。お化けレスキュー出動。さあ、ハムちゃんを救出しよう。到着。今助けるからね。オーライオーライ。さあ、引っ張って。へい。あれ、やっぱりダメだ。中で何か突っかえてるみたいだね。よし、ミニミニレスキューを使おう。穴を掘って中の様子を見てみよう。さあ、
の中の調査開始。よいしょよいしょ。ハムちゃん大丈夫、助けてでちゅ。わかったぞ、頬袋がつっかえてて穴から出られなくなってたんだ。ハムちゃん、頬袋の中身を全部出して。いやでちゅ。おやおや、巣の中に何かいるぞ。ミミズお化けだ。キャー、助けてでちゅ。へい、それそれ、カムちゃん早く、ミミズお化けが来ちゃうよ。でちゅ。こっちはオッケー。さあ、引っ張って。それ。救出完了。助かったでちゅ。ハムちゃん、ひまわりの種だよ。欲張って詰め込みすぎないようにね。お化けレスキュー、欲張りハムちゃんを救助。これでおしまい。今日は新幹線に乗って町へ出かけよう。イエーイ。あ、ドラゴン新幹線だ。新幹線に乗るなら俺に乗ってけよ。ほら、遠慮せずに乗った乗った。どうする。なんだよ、乗らないのかよ。もう仕方ないな。準備はいいか。ドラゴン新幹線出発進行だ。ご乗車ありがとうございます。今日は新幹線の旅を楽しませてやるぜ。あ、トンネルがあるよ。俺はトンネルなんてくぐらないもんね。景色が見えなくなるだろう。さあ行くぞ。わあ、どこに登ってるの。あーれー、いい眺めだろう。やっと。それわあ。さあ山にも登るぞ。む、なんだお前。キャー、噴火した。わあ、キャー、どうだ。とどうだ。あーれー、ドラゴン新幹線は湖の上もスイスイ走れるんだ。ちょっと普通に走ってよ。なんだよ、せっかく楽しませてやろうと思ったのに。あ、見て、タワーが見えてきた。よし、タワーの上も登ってみよう。到着。ああ、楽しかったな。お前たちも楽しかっただろう。やれやれ、はちゃめちゃな新幹線旅行だったね。んじゃ、また乗ってくれよな。ぶっ飛びドラゴン新幹線はちゃめちゃ新幹線旅行、これでおしまい。ハロウィンだね。いやあ、ハッピーハロウィン。かぼちゃお化けのポチャくんだ。ねえみんな、ハロウィンの仮装何やろうか決まってる？そういえばまだ決めてないね。
それじゃあ僕に任せて。魔法で仮装の手伝いをしてあげる。電車くんは何になりたい？実は僕新幹線さんに憧れてて、一度あんなスリムな車体に乗ってみたいと思ってたんだ。オッケー、任せて。さあ行くよ。チチンプイプイのプイ。新幹線に変身。電車くん、新幹線になったね。あれでもよく見ると先頭だけだ。ごめん、うまくいかなかった。あ、でも電車くん嬉しそうだよ。ああよかった。さあ次は踏切くん。そうだね、僕たち一回信号機やってみたいと思ってたんだよね。面白そうだもんね。オッケー、任せて。さあ行くよ。チチンプイプイのプイ。信号機に変身。踏切くん、信号機になったね。あれでもよく見ると歩行者用の信号機だ。ごめん、間違えちゃった。いいよいいよ、僕これ結構気に入ったから。ああよかった。さあ顔に消防車さん。仮装なんかしてあれ似合うかな。大丈夫、僕がいい感じに変身させてあげる。じゃあ魔法使いをやってみたいな。オッケー、任せて。さあ行くよ。チチンプイプイのプイ。魔法使いに変身。赤鬼消防車さん、魔法使いになったね。おい、これを見てくれ。チチンプイプイのプイ。魔法使いになった気分だ。誰か助けてくれ。死神さんだ。どうしたんだろう。火事になっちゃった。それ。キラキラ星じゃ火が消せない。そうだ。ムームー、パムくん手伝って。さあ行くよ。チチンプイプイの。プイ。消防士に変身。出動。それ消火完了。ふう、よかった。ムームー、パムくん、ナイス。ハロウィンの魔法で仮装をしちゃおう。それでおしまい。さあパトロールへ出かけよう。不気味な森だ。妖怪が住んでいるから気をつけて走ろう。誰か泣いてる。あ、化け猫ちゃんだ。どうしたん？お散歩してたら迷子になっちゃった。大丈夫、ワンワンパトカーでお家まで送ってあげるわん。お家はどこだわん。わかんない。困ったわん。よし、化け猫ちゃんのお家がどこかわかる人を探して聞いてみよう。さあ塗って。じゃ、化け猫ちゃんのお家がわかる人を探しに行こう。誰かいないかな。何か落ちてきた。おりゃ、今の何？妖怪スルメ落としだ。こんなところでどうしたんじゃ。化け猫ちゃんが迷子になっちゃってお家を探してるんだわん。何か知りませんか？化け猫ちゃんのお家はトンネルの向こうじゃなかったかな。そうだ、お家はトンネルの向こうだ。ご協力ありがとうございますだわん。
気をつけてな。よし、トンネルの方へ行ってみよう。トンネル、暗いね。オイラのお尻で明るくしてあげようか。じゃあ、妖怪、尻目だ。中は暗いから、オイラがお尻で明るくしてあげるよ。さあ、ついてきて。よし、尻目さんについていこう。トンネルの中にはお化けがいるから気をつけてね。わあ、お化けがいっぱい。キャー。わあ。さあ、こっちだよ。出口だ。ご協力ありがとうございますだワン。じゃあ気をつけてね。道が分かれてる。化け猫ちゃん、どっちから来たの？忘れちゃった。こんなところでどうしたね。化け猫パトカーだ。知り合いのおじちゃんだよ。化け猫ちゃんのお家はニャーが知ってるから、お家まで送ってあげるニャ。ご苦労様ですらわん。あとはニャーに任せるニャ。もう一人で出歩いちゃダメだわん。さあ、パトロールの続きをしよう。犬のおまわりさんパトカーと迷子の化け猫ちゃん、これでおしまい。あ、ぽっちゃり電車だ。どうしたの？元気ないね。具合でも悪いの？ああ、お腹すいた。寝坊して朝ごはん食べられなかったの。今日はもう走れないかも。おや、いい匂いがする。くんくんくん。あ、クレープのキッチンカーだ。ちょっと待って、僕にもクレープちょうだい。おい、待って。電車が来たよ。通り過ぎちゃった。あ、待って、行っちゃった。シュン。あ、ぽっちゃり電車戻ってきた。お待たせ、さあ、乗って。なんだか元気がないみたいだけど、どうしたの？お腹すいちゃって、力が出ないの。今日はもう走れないかも。おや、またいい匂いがするよ。石焼き芋だ。よし、キッチンカーを追いかけよう。いい匂いがするね。くんくんくん、くんくんくん。お芋食べたい。行っちゃった。今度はハンバーガーだ。くんくんくん、くんくんくん。ハンバーガーとポテト食べたい。スパゲッティにラーメン。みんな待って。行っちゃった。ああ、お腹すいた。もう走れないよ。
駅の方からいい匂いがする。ほんとだ、美味しそうな匂い。僕、もうお腹ペコペコ。駅前にキッチンカーが集まってるよ。わーい、僕も食べたい。はい、どうぞ。いただきます。腹ペコおっちゃり電車、キッチンカー追いかけろ。これでおしまい。ではカメレオン電車くん、おはよう。おはようあ、色が変わった。じゃああんまり見ないで、恥ずかしいよ。カメレオン電車くんたら相変わらず恥ずかしがり屋だな。あ、踏切の前に車がたくさん並んでる。踏切の前通過するの恥ずかしいな。よし、目立たないように色を変えて走ろう。あ、カメレオン電車くんだ。模様が変わった。パトカーだ。消防車になった。面白いね。もっと見せてよ。みんなに見られてる。じゃあ恥ずかしいよ。行っちゃった。お花畑に紛れて走ろう。あ、カメレオン電車くん、お花柄かわいいね。じゃあ見つかった。キノコに紛れて走ろう。やあカメレオン電車くん、その模様はいい感じだね。じゃあ見られてる。森の中に紛れて走ろう。あ、カメレオン電車くん、迷彩柄だ。キャー、行っちゃった。目立たないように色を変えてるはずなんだけど、なんでみんなじろじろ見てくるんだろう。もしかして車体に何かついてるのかも。キャー、恥ずかしい。駅に着いた。あ、カメレオン電車くんが来たよ。さっきのまた見せてよ。どうしたの？みんなさっきから僕の車体見てるけど、なんか変かな。変じゃないや。車体の色が変わるのが面白いからみんな見てたんだよ。なんだ、そうだったんだ。でも恥ずかしいからあんまりじっと見ないでね。恥ずかしがり屋のカメレオン電車くん、これでおしまい。さあ電源無視電車に乗って出かけよう。おや、電源無視電車のエネルギーが少なくなってる。雨が降らなきゃ元気が出ないよ。よいしょよいしょ。もうダメ、エネルギーが切れちゃった。ああ、止まっちゃった。おい、電電無視電車動いて。おや、雨が降ってきたよ。パワーチャージ。雨雨パワーチャージ完了。やる気が出てきたぞ。さあ行こう。うわあ、カエルが飛び出してきた。また来るよ、気をつけて。それえい。うわあ、今度は頭ざくしだ。それわあ、大きなガマガエル。ちょっと何するの。わあ、キャー。ふむ、えいえい、それ
飲み飴パワーが減っちゃった。もうすぐ駅だから大丈夫。よいしょよいしょ。おや、雨が上がっちゃった。わあ、飲み飴パワーがなくなっていく。よし、僕に任せて。パワーチャージ。えい。それ。ちょっと元気が出てきたぞ。よいしょ、よいしょ。全然無視電車、頑張って。もうダメ。エネルギーが切れちゃった。電車お疲れ様。電電星電車、アメアメパワーでレッツゴー。これでおしまい。秘密の箱庭、ご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。